どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中根人エルザです。今回はバージョン 2.4 で復刻するフォフォと花火を引いた時にできる編成とそのポイントをまとめていきたいと思います。耐久とサポート枠というところですが、現在ではどんな編成に使用するのか気になる部分かなと思います。せっかく引けても編成組めなかったら悲しいですからね。また現在引いておけば今後可能な編成とかもわかると思いますので、ガチャの参考にしてもらえればと思います。それでは早速やっていきましょう。まずは頬の編成基準について話していきたいと思います。編成時の考え方としては3つです。1つ目は攻撃力バフの影響。攻撃力バフについては、持続編成や会心率ダメアップが高めのアタッカーと相性がいいので、しっかりアタッカーを意識したいところとなります。続いて2つ目、 EP 回復での恩恵確認。軽竜や人月のようなアタッカーとも頬は相性が良くなってますが、 EP 効率が上がることで戦闘の火力が大きく変わるアタッカーとなってます。人月ならば SP 緩和につながりますし、軽竜の場合は必殺技の回転が速くなり、強化状態の継続や強化状態発動をしやすくなったりと恩恵が大きくなります。そういった点で EP 回復がするところの恩恵を見ていくと、扱いやすさっても分かりやすいかなというところです。3つ目に関しては速度重視のアタッカーというところです。頬にはスキルで直接回復するものもありますが、リジェネ回復の付与というのもあります。これに関してはキャラの行動回数に依存するので、速度が速いキャラと合わせると回復の面が安定しやすいというのがありますね。先ほど話した EP 回復の面で話をすると、必殺技の発動に起因して回復するというのもありますので、そこの意識としては EP 回復が低いキャラとかも相性が良かったりするところとなります。まあ、耐久枠として十分なところなんですが、デバフ対策でさらに活躍することも可能ですので、頬の編成基準としてはこのあたりを考えていくといいかと思います。それでは頬のパーティーの紹介をしたいと思います。まず1つ目は持続ダメージ編成ですね。カフカ、ブラックスワン、ルワン、頬となります。頬の編成としては一番強い編成かなというところです。こちらのポイントとしては、攻撃バフが持続ダメアップに貢献できるところ、 EP 回復で持続ダメージ蓄積と発動機会を増加させれる、あとはルアンと SP 管理を徹底できるっていうところです。意外とルアンとホホは相性がいいので組ませたいところですね。この編成に関してはホホじゃなかった場合別に使えないわけではないんですが、やはり効率的にはホホがいる方がいいかなという編成です。一番お世話になってる編成と言ってもいいですね。続いて読み持続編成です。こちらに関しては読み、カフカ、ブラックスワン、ホホとなります。合わなさそうなところがありますが、カフカとブラックスワンの回転率を上げることによって、ヨミの必殺技を発動しやすくなるという編成になります。まあ、全員の火力アップに貢献できるってところが、ホホの強みとしてはいいところですね。さらに攻撃回数が多くなりますので、リジェネと相性がいいというところになります。続いて、軽竜の編成となります。軽竜、ブローニャ、ルアン、ホホとなります。アタッカーとサポーターが変わった感じになりますね。でこちらに関しては軽竜の必殺技の回数アップに貢献できます。ブローニャで初動を動かして強化状態を早く狙うってことも可能ですが、強化状態の継続力を上げる上で必殺技を貯めるっていうのは非常に大事ですので、そういった点ではホホは優秀なところかなと思います。まあ自傷も行えますからね、そのカバーもできますよね。あとはブローニャの必殺技の回転率もアップしますので、結果的に軽竜の火力アップにつながるってところになります。まあ、ルアンも入ってますが、先ほどと一緒でルアンと SP 管理を徹底できるっていうのも強みの一つですね。それでは続いて4つ目の編成です。陰月の編成ですね。陰月、花火、低運、ホホとなります。まあ、低運とホホで必殺技回転率がアップするいい編成となってます。必殺技の回転がすることで、陰月自身の SP 緩和ができるだけでなく、花火の導入することで上限を増やし、さらにより効率よくなるっていうところの編成になります。あとは攻撃力バフの底上げにも貢献できるところが嬉しいですね。陰月を使うならこの編成が結構強いかなと思いますので、頬と花火が必要になりますが、両方持っている方は陰月編成もありかと思います。続いてクラトパ編成です。クララ、トパーズ、ロビン、頬の編成となりますね。追加攻撃カウンター型というところになります。 EP 効率アップでクララのカウンターを強化できるのがいいところです。ロビンと合わせて火力も大幅強化できますね。さらにカウンターで株の行動回数がアップするので、意外とこの2人相乗効果があります。使っていて意外と扱いやすい編成だなっていうところがありますね。最後にブートヒルの編成です。ブートヒル、調和主人公、ルアン、ホホとなります。被弾が多いブートヒルの耐久面をカバーできるっていうところですね。攻撃力アップの恩恵で撃破のダメージもアップするのも嬉しいところです。あとはルアンとホホの組み合わせとなりますので、 SP 管理が非常に楽っていうところですね。
ここの編成に関しては見てもらった通り、どの編成にも入れやすいっていうのがあります。結構火力の貢献がしやすいっていうところがありますので、どの編成に入れても扱いやすく、とりあえず入れとけっていう編成になるかなと思います。それでは続いて花火について話していきたいと思います。まずは編成の基準からですね。こちらについては3つほどあります。まず1つ目は SP を大量消費させたいというところですね。 SP の消費が多い編成と合わせるほど手数を増やすことができますので、火力アップに貢献しやすくなります。とにかく手数を増やすことを意識するというのが大事になります。また SP を大量消費することでバフを得られたりもしますので、そういった面から SP を消費する編成と相性が良くなっています。続いて2つ目です。ターン以外で攻撃するキャラが大事。花火のバフに関しては時短で消費となっていきますので、味方のターン以外の行動にもバフが乗りやすいというのがあります。なのでダメージを出しやすくなるんですよね。そのため追加攻撃やカウンターなどとは相性がいいバフとなってますので、まあ、クラーラとか追加攻撃持ちのキャラと組み合わせるといいかと思います。続いて3つ目、 SP が余る編成は効率が悪いっていうとこです。 SP 消費に関してですが、消費するほどバフが発生したりしますので、消費が少ない編成の場合相性が悪くなります。余るようであれば他のサポートキャラを採用した方がより火力が出るところがありますので、 SP が余り気味だなっていう時は気をつけるようにしましょう。バフ自体は時短以外でも効果があるのが嬉しいところですね。なので意外と追加攻撃編成と相性がいいのは覚えておきましょう。まあ、その例としてはクラーラっていうところですね。それでは続いてパーティーの紹介に行きたいと思います。まず弓二突編成ですね。弓、銀狼、花火、不言となります。こちらに関しては二突ではなくてもいいんですけど、二突してるとさらに火力アップができて相性がいいというところです。行動銃もアップできますので、弓の残務獲得の機会が増えるのも嬉しいところです。あとは他のメンバーが漁師メンバーなので、ちょっとだけダメージを稼ぎやすくなるというところですね。続いて漁師染め編成です。ゼーレ、銀狼、花火、不言となります。ゼーレと銀狼に関しては SP をガンガン消費していきますので、この管理が楽になるっていうのが嬉しいポイントです。また漁師弱点を確実につけることができるので、それも嬉しいところですね。あとは全員漁師メンバーのダメージアップの恩恵を受けますので、一番バフを受けれる編成と言ってもいいかと思います。続いて軽減の編成です。軽減、低運、花火、不言となります。こちらに関しては軽減に対して会心ダメバフを漏れるっていうのが嬉しいポイントです。また花火の行動順アップによって軽減の行動回数がアップし、攻撃弾数もアップできるという恩恵がありますので、花火とは相性良くなってます。手数が増えてスキルも使えることができますので、相性が非常にいいんですよね。また軽減の靴が攻撃にできるっていうところも嬉しいポイントです。火力の底上げにつながりますので、組み合わせとしてはありかなっていうところです。続いて陰月の編成です。こちらに関しては先ほどフォホと紹介したものですね。フォホと花火両方持ってるなら陰月編成使ってみましょうという話です。続いて静寂の編成に関してです。静寂、銀狼、花火、不言となります。こちらはゼーレを持っていない漁師染めパーティーをしたい人向けというところですね。こちらに関しては静寂の SP 消費が激しいので、火力アップがしやすく恩恵がでかいというところになります。あとは漁師染めとなってますので、弱点付与がしやすいというのも嬉しいポイントですね。続いてクラーラの編成についてです。こちらはカウンターを主軸とした編成となっています。とにかくクラーラを軸で戦うスタイルとなります。そのため敵の攻撃回数に依存する部分がありますね。低運と頬で強化カウンターを維持するのも容易なので、火力をアップしながら EP 効率も上げて強化カウンターを狙うということがやりやすくなります。また花火についてはカウンター型とも非常に相性が良く、カウンター攻撃を主軸とするクラーラとは非常に相性が良くなってます。また行動順に関しても 50% アップとなってますので、即行動と違ってクラーラのバフがすぐ消費されることはなくなりますので、扱いやすいなというところになります。意外と噛み合いがいい編成というところですね。これに関しては運流の時も使えそうな編成となっています。で、花火に関しては似たような編成の構成っていうのが多いかなと思います。なのでアタッカーと、まあ、それに関するサポーターとかサブアタッカー的なものを入れ替える感じになるのが多くなるかなというところですね。フォフォを見た後だと花火の編成の幅っていうのはちょっと狭めに感じるかなと思います。それでは最後に2人の編成についてまとめていきたいと思います。まずフォフォの編成についてです。こちらに関しては編成幅は広く扱いやすいっていうとこです。フォフォに関しては耐久枠ということもあり、編成の組み合わせ自体は非常に広くなっています。今回紹介したのは一部っていうとこですね。
とにかく耐久に困ったら入れとけばぐらいどうにかなることが多いので、迷ったら入れて試してみるっていうのでいいかと思います。まあ、その中でも適性としては今回紹介した6つというところですね。続いて花火の編成についてです。編成のメンバーに偏りが多少あるというところです。花火の場合はバフを生かしたりするために味方の SP 消費具合を抑える必要がありますので、アタッカーによって差が出やすくなっています。 SP 消費が多いほど恩恵を与えれるキャラとなってますので、アタッカー選びは慎重にしていく、または考えて採用していくというのが非常に大事になります。ホホと花火を比べてみると、ちょっと花火の方が編成に関しては難しいかなというところですね。最後に2人の相性についてです。ホホと花火の合わせ技っていうのが意外と強いっていうところですね。クラーラの編成をはじめとして、陰月など意外と組み合わせると相性がいい編成が多くなっています。独立させるっていうのももちろんありなんですが、2人いるなら合わせて耐久とサポートの両立をするとより楽しめるかなっていうことが多いですね。特にこの2人に低運を合わせると EP 回復と攻撃力のバフ、会心ダメといったいろんな恩恵を受けれる編成が組めます。特にアタッカー単体が強い場合はその3人と合わせるだけでかなり強くなりますね。陰月がいい例ですが、アルジェンティーなどもその例と言えます。そういった組み合わせの仕方もできますので、まあどちらか持ってて今回ガチャを引こうという方は特化型の編成を作ることが可能となりますので、ぜひ試してみてください。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画をアップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。